マオにはマオなりのこうリズムがあったりして、こうお腹空いたら泣いて、眠い時も泣いてっていうのがあるんですけど、こう私が眠い時にマオは起きててで、マオが眠い時に私が起きててで、こううまくこうリズムが合わなくて、でもそういうのを両親は同じように経験してきたんだなって思うと尊敬しますね。あ、パターン、ダラダラ、ピチピチピチ、プツプツ、泣けたかな。泣いたらもうおっぱい飲まないと落ち着かないしね。もうそこ手が離せない以上は全部それ以外のことはやろうとは思ってますけど、できないことも多いね。熱いよまだ熱いよ、待って待って。すごい食べる、うん、食べるの上手になった。まあ先に妊娠になって、まあそれによって結婚を決断したっていうのもあるので、親からはもうそんな大切に育てられた娘さんをもういきなり妊娠しましたっていう報告だったらあんたもしかしたら殴られるかもしれないから覚悟していきなさいよって言って、うちのお父さんはもう俺も一緒に行って土下座するからどうするっていうくらいね。で、松橋のお父さんとお母さんに席を設けてもらいただいて話をしたら、ね、二人を尊重するっていうことで、松橋のお父さんとお母さんがね、温かく迎えてくれて、真央ちゃんが生まれて、今日に至りましたと。From my heart, you hear the words I say to us, make a perfect home. From my dreams, 修造くんともつないでくれたし、両親への感謝の気持ちとかも含めて、この子の存在は大きくて、この子がこの時期に来てくれた、私たちのところに来てくれたっていうのはとても意味のあることだと思っています。Through any weather, and will you be forever mine and be my own?仕事とかそれどころじゃなかったんだろうなって思う中で、僕も立派には育てなかった、自分自身が立派にはなれなかったんですけど、まあ見捨てずによく面倒見てくれたなと思います。With love I got, we'll follow.まーちゃんが生まれるまでもすごいいろんなドラマがあってやっぱ仕事もやってたし、私はでもすごいお世話になった方々がとってもいい方たちなので子供ができたっていうのを受け止めてくれて、いろんなところで配慮してくれたり、私たちの気持ちを受け止めてくれて、この子が今元気に生まれてきたのも友達だとか職場の人だとか、いろいろ相談に乗ってくれた人とか応援してくれた人とか、本当にいろんな人たちのおかげで生まれてきました。無事に Will you be forever mine? Be my always. This love will hold the test of time.マオっていうのは
草かんむりにすっていう字で、ジャスミンの漢字に使われる字なんですけど、うん、可愛らしい女の子になってほしいなっていう字と、千代の王はみんなとみんなを結びつけるような真ん中にいるような存在になってほしいっていうことが由来だよね、うん、お花好きで一緒にまおちゃんとお庭でお花いじりしたりするのが夢です。ちょっとね、ハイキングみんなでしたりとか、山の上ゴンドラで登ったりとか、そういうのはしたいなと思いますね。